ライプツヒ、ライプツヒ、ドイツ語は、ザクセン州に属するドイツの都市である。人口は、100万人。ザクセン州では、州都ドレスデンをやや上回って、最大の都市で、旧東ドイツ地域では、ベルリンに次いで2番目である。日本語では、ライプチヒとも表記される、表記参照。南部ドイツ語では、ライプチイクと発音されることもある。 バッハやメンデルスゾーン、そして、バーグナーラゆかりのドイツを代表する音楽の街、また、ベルリンの壁崩壊、ひいては東西領ドイツの統一の端緒となった、住民運動の発祥地として知られる。日本語表記においては、本校で用いるライプツィヒのほか、外来語表記の寛容によるライプツィヒとするものも多い。その他、ライプツィヒ、ライプツィヒとするものも見られる。 ライプツヒはドイツ語的な発音の地名に聞こえるが、ラテン語では、リプシア、リプシアと呼ばれ、もともとは、スラブ語の西洋詩名抜き、ドイツ語でリンデンバウムを意味する言葉から抱いて、ロシアのリペツク、ラトビアのリエパーや、リアパイアと語源を共有している。ザクセン州北西部のライプツヒ盆地に位置し、約 30km 北西に晴れ、約 100km 南東に、ドレスデン、 約160キロメートル北東にシュトベルリンがある。ドイツ中部圏、メトロポルリジェンミタルドイッチランドの中央に位置する同県の中心都市である。市内中心部にはリング、リングと呼ばれる環状大通りが一周しており、これに囲まれた部分は中世以来の都心部として特に中心街、イネンスタットと呼ばれる。リングはかつての市壁。 町自体を囲む城壁の外周をめぐっていた遊歩道跡で近世以降その外側へと市街地が拡大していった。中心街は直径約 1km の炎上をなし、その中央にマルクト広場、マークトプラッツが位置する。気候は大陸性気候に属し、年平均気温は約摂氏8度。夏季でも気温が摂氏30度を超えることは稀であるが、 1992年には、摂氏38度の過去最高気温を記録している。冬の気温の最低記録は1987年の低、摂氏24.1度。真冬には、多くのドイツの地域と同様降雪が見られ、雪に覆われる。氷点下になることがよくあり、2010年の摂氏例、土以下記録日数は62日であった。中世7世紀頃、 この地を流れるエルスター川とパルテ川の合流地点近く、現在の中心街北西の一角にスラブ系ソレブ人の城塞集落ができたことが町の始まりとされている。これを表すアーブスリブッツィ、ウルプスリプツィリプツィ城という名称は1015年に初めて資料に現れるリプツィはスラブ語で菩提寺の地の意。このため日本でも稀にボダイジュ寺と称される場合がある。 ちなみに、明治時代に日本で用いられた漢字表記は来世紀である。東方植民に続いてやがてヨーロッパ大陸を縦横に貫く二つの通称街道が形成され、広範囲の交易が盛んになると、ライプツヒはちょうどその交差点に位置する町として、新生ローマ帝国有数のー都と発展していく。王皇貴族や、 市教の拠点としてではなく商人の町として1165年には都市圏、市場圏を獲得し、商人たちの守護聖人である聖ニコラウスに捧げられた市内最初の教会、ニコライ教会創建された。交流に伴って入植者が増加してゆき、1212 12年にはアウグス地の会、トーマス修道院、現、トーマス教会とそれに付属するトーマス学校が創設された。 1409年に同州道,道院内に開学したライプツィヒ大学は現在のドイツ国内でハイデルベルク大学に次いで2番目の歴史を持つ。16世紀にはルターが統治で信仰をめぐる論争を繰り広げ、ライプツ討論、長は後に彼によってプロテスタント化された。ザクセン選帝綱領,領の都市となった近世以降のライプツィヒは30年戦争。 ブライテンフェルトの戦い、ユッツェンの戦いの混乱を挟みつつメッセ、後日の日本史参照の開催地都市ヨーロッパ屈指のショートへと成長していく。それと共に市民層による各時代の芸術、文化が花開き、18世紀にはドイツ地方発のコーヒー店が登場し、テレマンやバッハが市民の音楽活動を引き、ゲバントハウス管弦楽団が創設された。 1813年には、ナポレオン戦争中最大規模の戦いとなった、諸国民戦争、ライプツヒの戦いが行われ、ナポレオン一世紀下のフランス軍19万と、プロイセンロシア帝国、オーストリア帝国、スウェーデンの連合軍36万が激突する、舞台となった。戦乱から復興後のライプツヒは、商業と並んで、学芸、とりわけ西洋音楽における、 中心地として映画を極める。19世紀のライプツヒはウィーン、パリと共にヨーロッパを代表する音楽の都としてを馳せ、この時代にメンデルスゾーンやシューマンらが活躍した。工業化時代に入るとライプツヒはその強固な経済基盤の下で工業都市として急速に発展し、それと共にドイツにおける社会民主主義運動や、 婦人運動の重要な拠点となった。ドイツ帝国、バイマル共和国有数の大都市として、さらなる拡大を見せ、1931年には、人口71万9000人を数えた、現在までの最高記録。第二次大戦による参加の後、ライプツィヒのある中部ドイツはソ連占領区となり、1949年に、それが、ドイツ民主共和国、東ドイツとなった。 社会主義化した、この時代には、ドレスデン、カール・マルクス・シュタット、ゲン、ケムニッツと共に、東ドイツの主要工業地域を形成した。メッセは、社会主義政権下でも継続され、西側世界との貴重な窓口となった。東ドイツ時代末期の1989年には、ニコライ教会での集会を発端とする、月曜デモと呼ばれる、反対性運動が起き、 これが東ドイツにおける民主化運動の出発点となった。統治の市民放棄に始まり、ベルリンの壁崩壊、そして東西ドイツが犠牲者を出すことなく統一された一連の出来事は、現在東欧革命の一部として、東ドイツ平和革命、フリードリーシェイレボリューションと呼ばれる。ドイツ再統一後には、街並みの修復や再開発、芸術、 文化面の最高などで再び急速な変遷を遂げ、現在のドイツ中部圏を代表する文化、経済都市となっている。ポルシェや BMW の開発を担う新工場の建設や、アマゾンやヤマザキマザックによる拠点開設、そして DHL のヨーロッパハブのブリュッセルから、当地への移転といった企業進出に加え、音楽に代表される文化的環境、口実を生かした文化、 創造産業も盛んである。2015年には資料書室から1000年目を迎え、1000年式年祭の開催が予定されている。ヨーロッパ最大の東端式駅である、ライプチヒ中央駅があり、ドイツ中部圏における鉄道交通の要所である。同駅には1日700以上の列車が発着しており、i ス r e s バーンなどが利用できる。ベルリン、フランクフルト、 中央駅及び空港長距離列車駅、ミュンヘンといった国内の各主要都市に乗り換えなしで行くことが可能。特に首都ベルリンとは毎時間運行のアイスで約1時間15分で連絡している。中央駅から中心街の地下を通って市街南部へと抜けるシティトンネル、シティトンネルライプツヒが2013年12月に開け、中心街直下に地下駅が開業。 ライプツヒ交通公団、ライプスガーバーキスピトリブ、GMBH の運営する都市交通も充実しており、市内を多くの路面電車やバスが走っている。ライプツヒハレ空港、フラッコフンライプツヒ、ハレが市内中心部より北西約 15km のところにある。空港はハレとライプツヒの間にあり、貨物ターミナルには、 DHL のヨーロッパハブが置かれている。旅客ターミナルは鉄道駅と直結しており、市街とは S バーンや IC、バスで結ばれている。常日のシティトンネル開通後は、空港駅から中央駅、マルクト駅、マルクト広場直下といった中心各駅まで乗り換えなしでアクセス可能となった。多彩な文化が栄えてきたライプツヒは特に音楽の街として知られ、 市街各地に音楽ゆかりの場所がある。芸術的環境やドイツで2番目に古い大学を有する都市として歴史上の様々な著名人がこの絵と集まった。また世界で初めて日韓誌発行、日本史開催がなされた都市であるほか、ドイツ有数のスポーツの街としての一面も持つ。トーマス協会少年合唱団、トマナー校はトーマス修道院。 トーマス学校と共に1212年に創設された市内最古の音楽団体で、その歴史を通し、トーマス協会と市の中央協会である、ニコライ教会演奏の場としてきた。その指導者であり、市の音楽活動を統括する立場にあった、トーマス協会音楽監督、トーマスカントルは、金世以来ドレスデンの聖十字架協会と並んで、ドイツプロテスタン圏の教会音楽をリードしてきた。 歴代のトーマスカントルの中では、ヨハンゼバスティアン・バッハ、任人気、1723から50年が最も著名で、ここで、ヨハネ受難曲、マタイ受難曲、クリスマスオーラートリオといった代表的作品が創作、上演された。合唱団は現在でも、毎週トーマス教会の礼拝に出演し、800年にわたる合唱の伝統が守られている。 ライプツィヒゲワントハウス管弦楽団は18世紀に市民の音楽文化が栄える中、市民階級による自主経営団体として1743年に発足した世界初の民間オーケストラである。フェリックス・メンデルス・ゾーン・バルトルディア、アルトゥル・ニキシュ、ビルヘルム・フルト・ベングラー、ブルーノ・ワルター、フランツ・コンビチュニーといった著名音楽家が学長、 石縮者を務めた、ベートーベン、ピアノ競争曲、皇帝、シューベルト、交響曲、ザ・グレート、シューマン、交響曲、春メンデルスゾーン、バイオリン競争曲、ブラームス、ドイツレクイエム、全曲、バイオリン競争曲などの初演を行ったことでも知られる。同段は通常のオーケストラの倍の人数を持ち、ローテーションでライブツヒ歌劇場のピットにも入るほか、 トーマス協会では、毎週、トーマス協会少年合唱団のカンタータを伴奏する。1809年結成のゲバントハウス弦楽史重相談、世界最古の弦楽史重相談も著名。人口十数万の小都市でもカンパニーが管理したオペラハウスを持つことが多いドイツ県において、50万の人口を要しながら専属オーケストラを持たないライプツヒカ劇場は、 極めて異色の存在であるが、上記のように、ゲバントハウス還元楽団の他人数ローテーションで支えられているため、常設歌劇場としての運営に支障がない。他に当時に本教区中部ドイツ放送、MDR 公共楽団や中部、ドイツ放送合唱団、それぞれドイツで最初の放送還元楽団、放送合唱団も知られている。 常述のライプツヒカ劇場は1693年の会場でベネツィア、ハンブルクに次いでヨーロッパで3番目に古い市民劇場としての歴史を持つ。ワーグナーは1813年にこの地で生まれた。彼が音楽の授業を受けた旧ニコライ学校校舎、アルトニコレイシェルが現存する。メンデルスゾーンは1843年にドイツ発の音楽高等学校である。 ライプイヒ音楽院を創設し、同校における日本人留学生第1号は滝連太郎であった。現在はメンデルスゾーン音楽演劇大学として受け継がれている。ドイツを代表する名門ピアノメーカーの一つであるブリュートナーもライプチヒにて創業した。その他、バッハがトーマス・カントルの契約書に署名した旧市庁舎アルタス・ロトハウスや ドイツ最古のコーヒー店で様々な音楽家が訪れたカフェバウム、メンデルスゾーン旧宅、メンデルスゾーンハウス、シューマン旧宅、シューマンハウス、世界屈指のコレクションを有するグラッシー、楽器博物館、グラシミューズム FR ムージーキンストローメンテナが市内に点在し、これらの音楽史跡をつないだライプツヒ音楽軌道、ライプスガーノーティンスパーというマイルを世界遺産に 登録するための整備事業が開始されている。毎年初夏に行われるバッハ音楽祭は世界的に重要な音楽行事の一つに数えられる。ライプツヒは世界有数の日本史の街としても知られる。15世紀以降のドイツや中央ではショートとしての経済的発展の下でメッセ、ミサと呼ばれる大規模な定期史が開かれた。 神聖ローマ皇帝のマクシミリアン一世はメッセを保護し、これによってライプツヒは神聖ローマ帝国内初の帝国史、ライプツヒメッセの町として経済的優位を確立する。当時のメッセは商品を直接売買する現物史であった。数世紀にわたる交易を通して諸国から最新の知識や技術などがもたらされ、ライプツヒの国際的な繁栄を支えた。 ドイツにおいて、ライプツヒとフランクフルトが、メッセの二大都市として知られ、16世紀からは、ライプツヒのメッセがフランクフルトを上回った。その原因としては、周辺地域での工業の発達、移民の受け入れ、内陸の通商路の重要性の高まり、ザクセンにおける主工業の発展などが挙げられる。19世紀には、メッセという語は、日本史も指すようになった。 近代に入ると、これまでの現物詩に代わり商品見本の展示を主とする世界初の日本詩が1895年に当地で開催され、これによってライプツヒは日本詩の街として世界的に知られるようになる。メッセという語は以降、日本詩を表すこととなった。埋戦時期や主体詩舎のテディベアなどもライプツヒメッセを通して世界へと紹介された。中心街には、 世界で初めて建設された日本史開催施設である私立商館、スターティシャスカウフハウス、メードラーパッサージュ街、マドラーパッセージに代表される戦前の壮麗な日本史商館が残り、国際日本史都市の映画を物語る。現在の日本史会場は、東西ドイツ統一後に市街北部に新設されたものである。ライプツヒは書籍、印刷の町としても、 世界有数の歴史を有す。ヨーロッパ屈指のショートとして様々な物品が取引された中、重要な位置を占めたのが書籍である。15世紀末までは地域外の印刷業者や書籍商により印刷物が持ち込まれていたが、1481年、ライプツヒでも本の印刷が開始される。1530年まで2300種類もの本が出版された。 1594年からは書籍誌のカタログまで出版されるようになり、1650年には世界初の日刊紙がライプツヒに登場する。ザクセン選定綱領では新生ローマ帝国の他の地域に比べて、検閲や出版統制が緩かったことから、ドイツ各地の出版業者もライプツヒに集まってきた。特に17世紀までの出版の中心地であった。 フランクフルトアムマインには、新生ローマ帝国が、反カトリック的書物に対する検閲機関を置き、出版への統制を強めたため、統制を嫌った、出版業者は、フランクフルトからライプツヒへと続々と移転した。18世紀の啓蒙時代には、ライプツヒがドイツ語圏の出版の中心地となり、ライプツヒ書籍誌、ライプスガーブークメスが、フランクフルト書籍誌から、 ヨーロッパの書籍取引の中心の地位を奪った。大仏日では次々と新しい印刷書と出版社が設立され、岩波文庫を作る際に手本にしたとされるレクラム文庫、当地の音楽文化とも影響しあって、世界で最初の音楽出版社、ブライトコップフ、そしてペータースなどがここで生まれた。1834年にはシューマンによって音楽新報が創刊された。 1912年には、ドイツ帝国の中央図書館である、ドイツ国立図書館も設立され、現在もドイツにおける書物研究の中心地となっている。毎年3月開催の書籍見本紙もらえプツヒに欠かせない重要な行事である。当地における印刷工芸の発達、そして商人たちによる美術品の収集、芸術活動の促進によって、 市民による膨大な美術コレクションが形成されていった。これらは現在、ライプツィヒ造形系美術館やグラッシー、工芸美術館、グラシミューズム FR、アンジェバント・クンストに収められている。1764年には美術院も創設され、若きゲーテはライプツィヒ大学に通う傍ら、ここで美術の手ほどきを受けた。美術院の後ろ身である、視覚想定芸術大学、 ホークシュラ FR、グレイフィック・ウント・ブークカンストは、現在もドイツ有数の美術学校とて、美術界をリードしている。東ドイツ時代には、社会主義政権を案に批判する絵画の一派、ライプツィヒ派、ライプスガー・シューレが民衆に大きな影響を与え、ライプツィヒから反対性の市民放棄が起きる一つの、原因となった。現在は、ガカネオ・ラオホ、ネオ・ラウシュ、 1960に代表される、この伝統を受け継いだ、新ライプツィヒ派、ニューエル・イプスガー・シューレが流星を迎えている。市街西部には、多くの現代芸術家たちが今日構える、旧宝石工場出品狙いがある。書籍印刷の歴史と、相まって、グラフィックアートも盛んである。ライプツィヒは、近代以降、体操をはじめとする、各種スポーツの活動が盛んとなり、 ドイツサッカー連盟も1900年に当地で設立された。東ドイツ時代には国立のスポーツ選手、指導者養成機関としてドイツ身体文化大学が創設され国家の威信をかけてオリンピック選手たちが育成された。同校は現在ライプツヒ大学体育学部となっている。市内を代表する競技場としてレッドブルアレーナセントラールスタディオン。 中央競技場がある。中央競技場はもともと1950年代に東ドイツ体操スポーツ祭のために建設された。2006年サッカーワールドカップドイツ大会では組み合わせ抽選会の開催都市となったほか、中央競技場の基段の上に新たなスタジアムが建設され、旧東ドイツの都市として唯一試合が開催されたベルリンオリンピア・スタディオンは、 急にシベルリン側に存在する。プロサッカークラブである FC ザクセンライプツヒの本拠地としての使用の後、2011年の同チームハイブ後は、同じく当地のクラブである RB ライプツヒが本拠地として使用している。ライプツヒは以下の姉妹都市を有している。出身者ライプツヒ大学に学んだ人物、詳しくはライプツヒ大学参照ライプツヒ音楽院、 メンデルスゾーンを音楽演劇大学に学んだ人物。その他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。